世界変える指くわれ協会です。動画の本編をご覧いただく前に1点僕の方からね補足があります。今回このチャコガエルの脱皮のね様子を撮影することができたんですが、餌やりをするために土からね、1ヶ月ぶりに掘り起こして餌をねあげようと思ったんですが、結構ね体の表面が汚れていたので少しね洗ってあげたんですよ。そしたらもう脱皮が若干始まっていて、水でね洗ってあげるときに古い皮が剥がれ落ちちゃったんですよね。チャコガエルのね体の中では脱皮をするっていうの体勢になってるんで、あまり古い皮がついていないんですが脱皮をねしようと頑張ります。そのね動きが結構コミカルで可愛いので、ぜひね見ていただけたらなと思います。それではね本編の方をご覧ください。カエルは肺呼吸をする生き物なんですが、実はね肺呼吸以外に皮膚呼吸も行っています。でその皮膚呼吸は呼吸全体のね半分以上を占めているかなり重要な役割があります。そしてカエルは水分を口から飲みません。その代わり皮膚全体が水をね吸水できるような仕組みになっていて、体が水に触れているだけで体に水分補給ができます。なので水を溜めた容器にカエルをつけておくだけでカエルはね水分補給ができます。そんな中動画を回し続けていたらとあるものが映っていましたので見ていただきましょう。おっとこれは踏ん張ってますねと思ったら動きが、あまた踏ん張ってる。ちょうどねこの器の縁が邪魔して何が起きてるか見えませんが、また踏ん張ってる、また踏ん張ってる。なんかね下半身にかなり力を入れているような動きをしてますが、何をしているんでしょうかね。おちょっと何かが見えたような気がしましたが、おちょっとずつ体勢を変えてます。おっと踏ん張ってる。どうだ、まだね何が起きてるか分かりませんが、何をしてるんでしょうかね。
おっと、止まった止まった。お、あ何か見えましたね。ちょっと確認してみましょう。あれうんちしたんだよかったね。うんちだ。よかったね、久しぶりだね、うんちね。うわ。